この街は嫌いだ。忘れたい思い出が染みついた場所だから。岡崎と篠原、まだ来てないぞ。あいつらどうする気だろう。進路とか受験とか、もう3年だっての。うん、岡崎くん、今日も遅刻ですね。だから、あの、毎日ちゃんと登校した方がいいと思います。わかったよ。ま、明日の気分次第ってことで。毎日学校に通い、友達とだべり、帰りたくもない家に帰る。こうしていて、いつか何かが変わるんだろうか。変わる日が来るんだろうか。父さん、うん、俺はこれはお父さんとうまくいってないのか。また智也君に迷惑をかけてしまったかな。いい加減にしてくれ。なんだよその他人行儀や口の利き方は。俺はあんたの何なんだよ。の容態が変わりました。お医者様がおっしゃるには、もう目を覚ますことはないだろうって。くそ、くそ。お前のところ、小さい頃から家族は親父さん一人だろ。くそ、くそ、くそ。あなたをお連れしましょうか。この町の願いが叶う場所に。